ソンマスのマテガソンマスとテラスパンパンスとゴーナイト柴田です。はい、ということでですね、僕たちテラスパンパンスはルームに所属することが決定しました。いくつかのね、事務所からお声掛けをいただいていたんですけれども、ありがたいことに、まあ、今回はメンバーで話し合った結果、ルームさんの方に専属クリエイターとして所属することが決定いたしました。なので、まず9月いっぱいで3万人に行きまして、ルームという非常にでかい事務所ですが、実力が見合うようにどんどん頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。お願いします。で、今回、正式なメンバーとしてね、入るのは横浜で活動しているこちら4人になるんですけども、まあ、これからも変わらず柴田と上皇も動画に出るので、6人で活動していきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、上皇と柴田からそれぞれメッセージがあるのでお願いします。今回は所属を見送らせてもらったんですが、ちょっと事情があって個人的には今後も活動を続けていくので、これからもよろしくお願いします。あと、まあ、上皇は都合でこの場に来れないんで、説明の方を今から流すムービーでご覧ください。はい、どうも上皇です。はい、お久しぶりです。皆さんどうもご無沙汰しております。噛み切りました、どうも。ということでね、今回この件に関して僕からも一つご報告があるので、この場を借りてご報告させていただきたいと思います。まあ、単刀直入に言うと、まあ、私上皇はブーム専属クリエイターにはならないということですね。はい、どうしてかと言いますと、僕が来年の春ですね、大学出る予定なんですけど、その時に社会人として働くことが決まっているからなんですね。ただここにで皆さん一つ安心してほしいのは、あくまで僕は専属クリエイターじゃないっていうだけであって、テラパンのメンバーではあるということです。脱退するわけじゃないので、今後も、まあ、動画ですとか音楽活動、イベントとか、まあ、動画に収まりきらないテラパンとしてもその活動とかには参加していこうと考えているので、今後とも応援よろしくお願いします。はい、ということですね。まあ、ジョーコも柴田も全然動画にこれからもね出ていって、なんていうかな、そのメンバーじゃないよみたいな感じになるのやめたな。本当にテラスパンパンスは6人揃ってのテラスパンパン、そこを分かっていただけたらな。これからもね、テラスパンパンスらしく皆さんに楽しんでいけるようなね動画を出していきたいと思います。以上、テラスパンパンスでした。変わらずに佇む様、少しだけ開くまぶた、お気に入りのトラックをプレイバック、Almost OK くらいがいいね、音の流せ束の間の散る、目が覚める昼、仲間がいる。